スタンリー・ジョン・セイディは、イギリスの音楽学者、音楽評論家、編集者。多作家で影響力のあった、彼は、ニューグローブ世界音楽大辞典の初版として、出版された、音楽と音楽家に関するグローブの辞典の第6版の編集者を務めた。ウェンブリーに生まれたセイディは、ロンドンのセントポールズスクールで学び、ケンブリッジ大学のゴンビルキーズカレッジでは、 サーストン・ダートの下で音楽を専攻した。1953年に教養と音楽の学士を取得。1957年に教養の修士号。1958年に PhD を取得している。彼の博士論文は18世紀半ばのイギリスの室内学がテーマであった。ケンブリッジ大学卒業後はロンドンのトリニティ音楽院で教鞭を取った。続いて、 音楽ジャーナリズムへと方針転換を図り、タイムズ紙の音楽評論家として活躍する。グローブへの参加や、その他の学術的な仕事のために、タイムズを去ることを余儀なくされた1981年以降、フィナンシャルタイムズ紙へ評論を寄稿した。1967年から1987年にかけては、ミュージカルタイムズ紙の編集者も務めている。 1970年以降、音楽と音楽家に関するグローブの辞典第6版が計画され、セデ理はその編集者となった。彼が主要な変更点を監督した辞典は9巻から20巻へと拡大、ニューグローブ世界音楽大辞典と名称を変更し、現在ではその初版であるとされる。また、彼はさらに拡大して29巻となったニューグローブの第2版においても、 裏方として、重要な役割を果たしている。さらに、グローブの系列辞典の拡張においても指揮をとり、一巻から、なる、グローブコンサイスディクショナリーオブミュージック、他にも、スピンオフ版の、ニューグローブディクショナリーオブミュシカルインストルメンツ、ニューグローブディクショナリーオブアメリカンミュージック、シングローブオペラ辞典を世に出している。加えて、グローブの項目をもとに作曲家の電気の編集も、 手がけている。グローブの仕事とは別に、セーディは、テレビ放送も行われた、マンミュージックの編集も手がけた。彼は、ファゴットの演奏に堪能であった。2005年3月21日に、サマセット州、コシントンの自宅で死去。死因は、数週間前に診断が下ったばかりのスジ縮性、即作効果症であった。セーディは2度結婚している。 一人目の妻となったアデーレ・セーディは1953年にロンドンで結婚二男一条を設けたが1978年にこの世を去った。セーディは音楽学者のジュリーアンヌ・セーディと1978年に再婚一男一条を授かった。1982年大英帝国勲章のコマンダーに助せられる。レスター大学からは1982年に名誉。 文学博士号を授与されており、1994年に王立音楽大学で、また母校のゴンビルキーズカレッジでも名誉フェローに選任された。2005年にはヘンデル音楽賞を受賞している。ありがとうございます。